ということで、今おりました。これも昭和38年製とありますね、58年前かな、相当57年前か、相当古い年季が入ってますね、これもね。前回の届きは結構新しいやつだったんですけどもね。そして今こちら県庁前停留所ということで、もう目の前にあるこれが県庁のようですね、もう早速入っていきましょう。一応正面から回りますか。このやっぱり古いというかね、レトロ系のやつが本館で、こっちが新しいね、第2庁舎、第3庁舎とかそんな感じみたいですね。はい、それでもまあ10分ぐらいか。まあ、普通ぐらいですかね。2.5 キロとかそのぐらいで。はい、ちなみに、途中にね、乗ってすぐぐらいに、ダイヤモンドクロスという珍しい、その、踏切とかがね、ある区間があるんですけども、そこはもうぼーっとしてて完全に取り逃しましたね。前回私来た時の動画で撮ってるのでね、もし気になる方はそちらをチェックしていただければと思います。で、こちらがその、県庁だけど、これは入っても大丈夫かな、止められるかも。すごい、やっぱりこれも古いですね。大丈夫かな、ちょっともう少し入っちゃっても。愛媛県庁と、これ右から読むタイプですね。これも戦前の建築なんですかね。ウェルカムトゥ愛媛。これもなんか県庁でやってる、なんかラッピング車みたいな感じですかね。おお、すごい重厚な感じですな。では、ここはでももうちょい行っても大丈夫です。階段登って、じゃあこの辺にしましょうか。はい、来ました。37番目ですね。さすがに四国最大の都市だけあって、このビルの並びもね、なんか綺麗な感じがしますね。で、まあその県庁の道路の反対側から見たかっただけなんですが、まあ前景はこんな感じですね。はい。で、今日この後の予定なんですけども、ここからは船で広島に向かいます。で、まあ一応この後ね、夜8時の便があるみたいなんですけど、船のね。ただまあちょっと夜の海に打つのも味気ない気がするのでね、船に乗るのは明日の朝9時の便にしまして、今日はね、松山に宿泊ということにしたいと思います。で、とりあえずね、まあこの辺に来てみたので、ここからちょっと先にある道後温泉までね、行ってみたいと思います。松山神社は徒歩5分でございます。愛媛の伝統工芸品トレ焼き道後直売所水古堂は豊富な品揃えでお待ちしております。道後温泉駅より徒歩2分でございます。道後温泉終点です。その後ストップです。道後温泉開きます。はい、ということで終点道後温泉に下車しました。これが坊ちゃん列車か。これはなんかちゃんと蒸気機関があるんでしたかね。そしてなんかそのまま折り返しじゃなくて、一旦奥まで行って折り返しということみたいですね、ここはね。はい、道後。はい、私松山にはもう前回について2回目に来たんですけども、まあ、前回はちょっと来なかったのでね、まあ、軽く来てみました。おお、なるほど。はい、で今日ここからの予定がね、なんかちょっと微妙なんですよね。せっかく道後に来たんだから、お風呂屋さんにでも行こうかとも思ったんですけど、まあそれも、まあ、絶対行きたいというわけでもなく、かといって街中もなんかそんなに興味があるわけでもないのでね。源泉は一応行きたいんですけど、まあそこも別に今すぐ行く必要もないという感じで。なんかこう、ふわふわしてね、結局その、今日もね、ちょっと途中のローカル線が割と楽しすぎて、景色をほっぽって、スマホで調べるっていうことあんましなかったんですよね。はい、昨日の晩とかもね、この先の乗り継ぎが成立するかどうかっていうのはもう細かく調べたんですけども、今日のこの予定を、肝心のここをほとんど調べられなかったということでね、どうしますかね。
はい、だいぶお店は閉まっちゃってますけどね。これはだから観光客がいないからね、開けても意味がないみたいな話なんですかね。なんかそうですね、まあ、臨時休業のお知らせとかが貼ってあるところもありますが、ないところもある、やってるところも一応あるんですね。まあ、緊急事態宣言はね解除されて、もうなんか普通に戻ってるところも多いんですけども、まあ、観光地はまだ厳しいという感じですかね。ローソンすら閉まってんのここは。6月1日月曜の9時から開けるということみたいですね。ちょっとそこも行ってみるか。ここがなんか有名なところなんですかね。建物は古いけど、6月18日まで休みですね。なるほど。なんか古い建物が残ってるみたいですね。まあちょっと私は例によってわかんないんですけども。でこっちの方は温泉旅館ですかね。はい、こちら道後ヘルスビルというらしいんですけど、なんか有名なのってここでいいんですかね。なんか割と普通だという印象あるんですけどね。はい、あでこの辺がそのなんかそういう通りなんですね。なるほど。車が来ている。ちょっとだけ映したい。まあでもそんなになんか奥行きはない感じかな。なんかブリーチっぽいロゴが見えますが、何ですか。なんか漫画のブリーチっぽい感じしか見えないですけど、大丈夫なんですかねこれはね。まあいいのか、ちょっとたまたまデザインが似ちゃっただけみたいなね。はい、あこの辺で終わりか。はい、まあ適当に。はい、今市電を降りましてね、こちら松山のアーケード大海道に行きましたね。いやここは広いですね。めちゃくちゃ広いな。なんか確か熊本のアーケードがすごく広かった気がしますけども、それに匹敵するぐらいの広さじゃないですかね。これはすごいな。で今もう夜の8時を過ぎてるんでね、まあお店は結構三越とかも閉まっちゃってるんですけども、でまあとりあえずね、松山市駅までまあ、1キロぐらいかな、まあ、適当に歩いていきましょうか。松山城、重要文化財。はい、で結局ね道後温泉ではまあ迷ったんですけど、結局お風呂屋さんに行ってしまいましたね。はい、でこの度2回目の合体ということで鉄道系 YouTuber とかってね結構いますけど、大体なんか装飾系男子が多い印象なんでね、こんなにこう旅の途中でやっちゃう人っているんですかね。みんな隠れてやってるんですかね。実は私はねそういうの見たことはないんでちょっとわからないんですけどもね。はい、でまあこの前のねおごとはまあ結構失敗という感じだったんですけども、今回のねこの道後温泉で行ったお店もまあまたフリーで入ったんですけど、こっちはねなんかすごくいい子が来て、プレイもね積極的だし、なんかこっちの話もちゃんと、なんか親身になって聞いてくれるような感じでね。あとはなんかこう、そういうところの女の子らしからぬね、なんというのかな、しっかりした考えを持ってるというかね。なんかあれは、まあ、男性的と言ってはちょっと失礼ですけどもね、なんかそんな感じでね、個人的にはこうなんかなんだろうな、まあとにかくねかなり当たりでしたね今回はね。はい、まあそれはともかくとして、まあチェーン店は結構空いてる感じですけども、なんか松山に来たら鯛めしを食いなよみたいなことを言われたんですけどね、そういうお店はちょっと見当たらないですかね。ちなみにこれ今多分北から南に歩いてると思うんですけども、どっかでね、松山市駅から、東側に伸びるアーケードとぶつかると思うんで、
そこに行ったらそっちに曲がるという感じですかね。やはりさすがに松山はこれは街が広いですね。なんか雑魚雑魚と言ってあれですけど、政令指定都市の中のこう底辺グループと比べても十分張り合えるレベルのね、この街並みというイメージですかね。ここもそうでして、その、外のね、この、通り沿いに並ぶビル群なんかを見てもそう思いますね。もう四国の4つの県庁所在地の中では間違いなく一番上でしょう。これはだからまあ今はねコロナの影響もありますし、ちょっともう夜遅いんであれですけども、昼間の人通り、まあ明日なんか土曜日なんでね、どのぐらい多いのかなんていうのもちょっと気になるところではありますが、まあわかんねえや。これはもうなんか突き当たってしまいそうですな。それでも500メートルぐらいありますかね。吉祥寺の、名前忘れた、あのアーケードぐらいの感じですかね。これはしかしやっぱすごいな。前回も松山、滞在時間は結構長かったんですけどもね、この辺は全然来れなかったんで、今日はまあちょっと来れたのは嬉しいですな。そう、ただ結局まあ四国はね、高知、松山に2回とも同じように泊まるということで、高松、徳島は、本当になんか、ちょっと見て終わりだったのでね、次は多分ないとは思うんですけども、もし来る時があれば、高松、徳島もね、重点的に見てみたい気がしますが、でもまあ高松はともかく徳島はあれで十分見たのかな。なんかあんまりもう街の広がりがないような印象もありますかね。高松はその、日本一長いとされるこのアーケードをね、全く行ってないので、そこはちょっと行ってみたいですけども、ゲーセンがある、5分だけ見てこうかな。メダルゲームは残念ながらほとんどなかったんですけどもね、それ以外は結構充実してましたね。ここにもゲーセンか、さすが松山は充実してますね。でちなみにそちらにも快活クラブがあるんですけども、今日は別の、ね、カフェに泊まるので、ここもちょっとだけやってみましょう。先ほどのゲーセンも残念ながらメダルはなかったですけどもね、まあ結構充実してる、まあそうでもないか、まあ、普通のゲーセンですかね。でここから先が銀天街ですが、松山市駅にはここは行っちゃっていいんですかね、わからないや。とりあえず行っちゃいましょう。先ほどのね、まあ華やかで、まあ広々とした印象の銀じゃない、大街道ですか、大街道かな、そっちに比べると、まあこっちはなんか地域密着型の、アーケードという感じですかね。そこはなんか右に続いてるんですかね。そうみたいですね。まあ正面もアーケードがありますが、多分こっちが松山市駅でしょう。じゃあ行きますか。これ私の時計今5秒ぐらい進んでるんで、あれは多分電波時計とかではないですね、正確とは言ってますけどね。もう駅前に出てしまいましたね。なんかここその地下道、地下街か入れるようになってるみたいですね。もうここが正面が、松山市駅で、私はこの辺でなんか食べてから行こうと思ったんですけどもね、ちょっといいお店がないですな。はい、この上鉄の松山市駅に行きました。この列車に乗って鬼怒山駅に向かいます。
はい、ということでね、前回の、松山の時にも北鬼怒山駅で下車しましたね。まあ、前回と同じようにね、今回も行くのは、バンバン鬼怒山店ですな。なんかちょっとテンションが下がってるのは眠いからですね。まあでも今日は、ちょっと12時頃まで起きてる予定なのでね、まあ、ここからまだ、もう一頑張りという感じですかね。ちなみに明日は高浜方面行きの、8時6分のに乗る予定ですね。これに乗れば、9時の船にはまあ余裕で間に合うという感じになります。これここが前回も通ったね、鬼怒山トラップですね。この道路を降りてまっすぐ行きたくなるんですけども、正面は線路なので絶対入っちゃいけないという、ちょっと分かりづらい感じのところですな。でここはまあ渡って大丈夫そうですね。はい、で正面にあるのがゲーセンです。はい、でこれ、右側が今通った、これは、伊予鉄道でいいんでしたかね、そこの、これは高浜に行く路線の、まあ、高架区間ですね。でこのすぐ先をまあちょっと、太い幹線道路が通ってるんですけども、そこを高架で越えてね、でまあ、もう少し先までこう立体交差で続くという感じになりますね。でこの今左側に見えているのがバンバン鬼怒山店で、今、時刻が9時10分なんですけども、短縮営業とかだとね、ちょっともう終わっちゃうかもしれないんで、そこだけ気になるんですが、まあ行きましょうか。はい、ちなみに私が今日泊まるネットカフェ、メディアボム鬼怒山店、これ前回も使ったんですけども、ここも近くにあります。ここももしやってないとかになるとね、大変なんですけどね、どうでしょう。はい、ということでね、22時までの時短営業ということで、まあ24時までだとね思って来ていたので、まあ、ちょっとあまりプレイできなかったなというのはあるんですけども、まあ1000円分ねメダルを買ってちょうど使い切って終わりということで、まあ、悪くはないんですけどもね。はい、おはようございます。現在朝の7時50分ですね。今日はこちらの、メディアブーム鬼怒山店で、まあ寝たわけですけども、まあ、やっぱりね、フラット席のこうマットのクッション性が良くてね、まあその辺は快適でしたね。ちょっとね、なんかビリヤードかなんかやってる若者の声が、あのね、12時ぐらいまでうるさくて、ちょっとそれはマイナスポイントだったんですけど、まあまあ、はい。まあやっぱりここはいい店だなと思いますね。はい。で、今日はね、これから、そこを通っている、伊予鉄道ですか、それに乗って、終点高浜、町の中心とは逆の方向ですね、そちらに向かい、そこからさらにバスに乗り換えて港に行って、港から船に乗るという感じになりますね。はい、でちなみに今日でね、今日でというかこの今の時間で、まあ、大体最終日までの、予定は決まりましたね。まあ、ちょっと最後のね、飛行機がくっそ高いのでそこだけなんか嫌な感じなんですけども、まあどうしようもないですね。はい、飛行機がね、まあもともとあまり考えてなかった、まあもともとというかトラブルがあってね、行けないとかもあるかもしれないので、あまり深く考えてなかったんですけども、まあ、結局ほとんど正規料金で、長崎羽田で3万円以上かかりそうなんでね、ちょっとそこだけよろしくないんですがまあでも他の交通手段といってもねまあ新幹線でもいいですけど、もっと高いですしね、まあまあ速さで飛行機かなという感じですかね、やはりね。はい、でこちらが昨日行った、バンバン鬼怒山店ですね。本当にここは駅にも近くてね、このネットカフェも充実ということで、松山に来た際は皆さんぜひこのね、組み合わせでやってもらえればという感じですかね。はい、いやここは本当にね、宣伝する価値があると思いますよ。他にもこうゲーセンの隣にネカフェ、隣というか、まあ、すぐ近くにネカフェというパターンは今回もう 3,4 回やってますけども、その中でもまあここが一番ですね。はい、で今7時53分になって、電車が8時6分なので、まあまだもう少し時間はありますね。はい、こちらが鬼怒山駅ですね。昨日降りたところです。まあ、こう見るとね、昼間だと、まあ、線路に行く人はまずいないとは思うんですけども、ここは夜だとね、まあ、ここは正面が真っ暗なので、まっすぐ行きそうになってしまうという、そういう話ですが。はい、じゃあ、切符を買ってね、電車が来るのを待ちましょうか。そこに時刻表がありますね。これだ。これ券売機ではね、もうバスで連絡する観光庫までそのまま行けるみたいですね。
ということで終点の高浜で下車しました。ここからはね、そこの止まってるもバスですかね、それで、港に向かいましょう。ここは終点でもうその辺で、行き止まってますね。はい、すぐでしたね。下車しました。これなんかバスの連絡があるっつうんで何も考えずバスに乗ったんですけども、ちょっと時間を考えるとね、あの高浜駅の駅舎がちょっといい感じだったんで、それを見てから歩いてきても問題なかった気がしますね。まあちょっとそこまで考えが至らなかったです。で、ここからね、乗りたいと思います。はい。